何がやばいって、山田さんトイレが近すぎる人なもんで、今ねさっきトイレしてから30分ですけど、もうトイレしたいですかね。まずいな、このトイレ近いくせどうにかしたいんだけどな。こっから細けの方に入ってくる人たちも多いですよね。よし、我々はこっちですね。無職宣言なんだ。なんかずっと今行き当たりだっけ、もうお腹は降ってるんだよな。でも基本的にこの中部空港ってやつの方に向かっていけばいい形になりますよと。いよいよ本編ですからね。なんとか日が暮れる前に本編に入れてよかった。3号線ですね。大高線が入ってて、あ、ここは鶴間公園のあたりなんだ。あの上こんな感じなんだな。で、このまままた環状線で入ってたら一緒のところ入ってっちゃうんで、こっちですね。鶴舞南ですね。で、そこから知多半島道路の方を目指していくよという感じになります。やっと始まるよ。そろそろのはずだよな。もうちょっと行くか。もうちょっと先か。まだこれで掘った重ねただもんな。やばいな、だいぶトイレしてな。うん、でも南区まで戻ってましたね。よし、これは大回りにも掘るが好きだもんな。名審査かけて、これまだ笠寺か、次か、笠寺の次だよな。しんど、
まあでも中部空港まで30分ってことはね、途中に、知多半島道路はあのパーキングエリアがありますんでね、多分20分もあれば確実に入れるでしょう。持つかな、あと20分1時間持たないんだよな。ウルトラ頻尿だったらね、うん、北方面は左車線ですね、こっち寄ったらいいぞ。緑くん、さあ、北半島アウトドアに続きましたね、左側と。最面通行なんだ。こうやってですね。さあ、じゃあとりあえずじゃあハットどうぞ、乗っていきましょう。やべえ。普通の人はそんな問題にならないでしょうけどね。いかんせんトイレ近すぎるからな。あっちから乗っても結局これでいいね、ランドンのはずなんですよ。よし、ちゃんと道路入りましたね。100メートルになりました。ということでバリバリの、ね、視点からここで消していこうというところですけど、そうすぐにねパーキングがあるはずだったんで、ここはいやーそうそうそう、よいしょ、何キロ先、おお、ありがてオーブのパーキングエリアが2キロ先、よっしゃ、そうか、先に料金所か、よし、なかなか面白い行動ですね、これも料金払ったらさあウェルカムって感じでパーキングエリアがあるっていう感じでね。途中のところからね、入ってっていうのは入ったことあるんですけどね、こっちから来ることはないですからね、四日市に住んでると。からエクストリーム合流で、合流って言ってもなかなかですけど、エクストリームで入ってって2車線になったらすぐにパーキング、ああよかった思った、よしこれでオーブのパーキングエリア。
名古屋高速はね、どうしてもトイレがないのがね。さあ、困った、こっち。トイレのすぐ近くに止めるで。トイレ最優先だぜ。奥だぜ。止めるで。そこじゃなかった？トイレ。どこだトイレ？よっしゃー、探してこよう。よっしゃー。